原作は韓国の人気ウェブ漫画コウキが主演映画を撮影中、外見にコンプレックスを持つ女子高生がメイクで女神に変身する難役に挑戦。青いバスローブを優雅に羽織り、ルイ・ヴィトンの T シャツを掲げてスマホでパチリ。6月中旬、コウキ21歳がファッション誌の撮影中の自撮りをインスタグラムにアップすると、しばたたく間に2万件超のいいねがついた。2018年5月にファッション誌エルジャポンの表紙を飾り、鮮烈なデビューを果たしてから6年余り。木村拓哉51歳と工藤静香54歳を両親に持つコウキは、親の14校との下馬評を跳ねのけ、順調にモデルとしてのキャリアを築いてきた。15歳の時に日本人としては初めてブルガリのアンバサダーに起用され、その後もバレンティノやヴィトンなどのフレンド・オブ・ザ・ハウスブランド公認の友人として活動しています。2022年にはホラー映画牛首村で女優デビューを果たし、初主演にもかかわらずブルーリボン賞の新人賞に輝きました。試写を見た木村さんからは、よく頑張ったね、やるねと褒められたそうです。映画関係者。姉のココミ23歳と共に幼い頃から両親の仕事を間近で見てきたコウキにとって、俳優の仕事はデビュー前からの憧れだった。木村さんのドラマや映画はほとんど見ているようです。一番好きな作品は教場シリーズ、フジテレビ系で家ではトトと呼ぶ優しい父が画面の向こうで見せる迫真の演技に圧倒されることもあるのだとか。ジャンルや国を問わず様々な映画を見るそうで、メッセージ性が強く感情が揺さぶられるような作品に心が惹かれると語ったこともありました。芸能リポーター。早い段階から海外での活動を視野に入れていたコウキはデビューしてすぐフランスとアメリカのモデルエージェントと契約し、今年1月にはイギリスの芸能事務所とも提携した。流暢に英語を話すコウキさんには国外からも続々とオファーが舞い込んでいます。海外初出演作となるアイスランド映画タッチ現代では大胆なラブシーンにも臆することなく挑戦し、父親譲りの役者魂を遺憾なく発揮しました。映画担当記者。元木雅宏や中村雅俊も出演する同映画は7月にアメリカで上映された後、来年1月頃に日本でも公開される予定。イギリスの名優ティム・ロスと共演したサスペンス映画トルネード現代もすでに撮影済みであると公表している。さらに目下国内で極秘裏に進められているのが、韓国の恋愛ドラマをリメイクした主演映画の撮影だ。原作は韓国の人気ウェブ漫画女神降臨で、コウキさんが演じるのは外見にコンプレックスを持つ女子高生。いじめられたくない一心でメイクの技術を磨き、イメチェンで女神に変身する難役です。普段はナチュラルメイクのコウキさんが別人のように変身し、撮影現場でスタッフからどよめきの声が起こったほど。インターナショナルスクール出身で日本の学校生活に馴染みがない彼女には戸惑うことも多いようですが、等身大の女子高生役を楽しみながら演じているそうです。前室映画関係者。話題作が続々と控え、女優として本格的に動き出したコウキ、いつの日か父子共演が実現する日も来るかもしれない。